さあこの試合ですが、バーリトゥードルール簡単にご説明しておきましょう。選手はスペシャルオープンフィンガー8オンスグローブを着用、ご覧のグローブです。試合は20分1本勝負で行われます。20分戦って決着がつかない場合は引き分け、勝敗は KO、TKO、ギブアップのいずれかによって決められます。リングスルールと違う点はグラウンド状態でのパンチは有効です。ご覧のように指がこう自由に動くわけですね。掴めるグローブですね。はい、また薄いんでしょ、あのグローブが。はい、ですからパンチはかなり有効な技になりますね。寝技で先ほどの顔面殴打、先ほども言いましたように有効です。まあ簡単に言ってしまえば何でもあり。そうですね、アルティメットスタイル。グローブを引き絞りました。ミシちょっとグローブが気になるみたいですね。あ、さっきから馴染んでますからね。馴染んでいないのか合っていないのか。左の方からさあタックルだ。これは上等手段。フロントから首を取っています。ミーシャ、ゴツゴツとした岩のような体。ミーシャ、今思えばこの体というのはバーチャルスタイルの体だったのかもしれません。ナチュラルなゴツゴツとした筋肉の塊のようなユーフィンミーシャ。あの犯人言わせればですね、あのミーシャはこの体を生かしたですね、バーチャルの戦い方をマスターしたと、いうことですからね。あの一月前にですね、はい、この同じアレコロシアムであのシュートボクシングの大会だったんですけども、はいはい、そこであのメストル復帰というあのブラジルの選手とバーリズとやりまして、であのミーシャ勝ってますからね、はい、縁起のいい場所でもありますよね。今のうちに熊子さん、このバーリトゥードで一番先手を取るのはどういったことが必要なんですか。一番大事なことは、一番大事なことはですね、ヘラのマウントポジションを取らせない、馬乗りになる、ね、これが重要ですね。はい、はい、マウントポジションを取ればその時点で勝負が決まるって考えるんじゃないですか。結局ポジションの奪い合いなんですよね。そうです、はい、乗っかられた瞬間パンチが飛んでくるわけですからね。そうです。もちろんあのグレイシー術の場合は下からも攻めていきますから、はい、侮れないですよね。まあ、グレイシーに敗れていますが、このミーシャというのはロシア版のアルティメット大会で優勝を飾ったこともあります。95年の7月1日、まあ、それの第2回大会でそのミーシャを破って優勝したのが今日メインになっている、はい、光るともらえます。2メーター5センチの男ですよね、はい、山本選手と対戦します。必要になるぐらいずっとこの攻撃を続けます。これ2人とも倒れたくないわけですよ、はい、95年11月にロシアで開催されました第2回アブソリュート大会、そして今年6月にブラジルで開催されましたユニバーサルバーリトゥードゥファイティングほか、大会経験豊富です。アジソン・リバ、グレイシー柔術のグローブ保持者でありまして、ヘンゾ・グレイシーの推薦によりましてこのリング参戦が決定しております。はい、あのセコンドについてますね、ヘンゾ・グレイシー、リバのセコンドですね。腕を左通しました。このヘンゾ・グレイシーというのはですね、はい、あのワールドコンバットチャンピオンシップというこれもアルティメット系の大会なんですけども、チャンピオンになっている選手ですね、まあ、ブラジルは非常にこの柔術が盛んなところでありまして、グレイシー柔術の方にもいろいろな柔術があるわけですよね。そうですね、総称してブラジリアン柔術と言ってますよね、はいはい、まあ、その一派であると、まあ、一派といいましても巨大な派でありますが、そしてもう今やもうグローバルですよね、はい、全世界にこの名おそらく届き渡ってるでしょう。グレイシー、リマはですね、あのミーシャの体を引きつけたかったんですよ、はいはい、今潰しましたよ、ミーシャ。うんと、バックが取れません。引きつけて、足の外掛けで倒すんですよ。ちょっとマウントが完成するんですよ、自然にボディを打ちました。シマダルフリーが入る。ロープを掴んではいけません。さあどうする、引き込んでいくか。ミーシャ映ってますね、ヘンゾ・グレイシー右下です。あ、そうですね、はい、今声を出しています。イリュヒン・ミーシャ、まあ、その大会では先ほども言いました大会でモラエスには敗れているんですが、ある面ではこの何でもありのルールではサンボの方が上回っている部分もあるんだと言っています。このスタイルをいろいろと何回かこなしているミーシャですが、いろいろな他の競技のスタイルを勉強できて非常に自分のものになっているということです。このバーリトゥードで一番大事なのは作戦なんだとこう言っています。どういった、倒されるかもしれません。足をかけられた。ロープを使います。今反則ですけどね、あのロープを使う、うまく防ぎましたね今、はい、今倒される寸前でしたよ、ミーシャ。ちょっと目を離すことができませんが、糸井さん、はい、ここまでどういう感想でしょう。いや、あんまり通な動きで抜けた後マウントになるか。ミーシャがガードポジションですね、ええ、
相手の胴にこうやって腕、いや失礼、足を絡みつけましてガードポジション、下になっているポジションをガードポジションと言います。グレイシーに対してガードポジションというのは非常に危険ですよこれ。あであのリマの方は、あの両手でリング中に向かってますから、ミシャンが押してますから自信あるんですよ、リング中にプレーバー向かってますね、はい、じわじわとポイントへと向かっています。勝利へのポイントへと向かっていって、そこで自分の展開にしようという。ミーシャにとって非常に危険な体勢ですよ、はい、グレイシーはこのマウントを取ってからの展開というのがものすごいですから、バリエーションいろいろあります。下を取らせてもその上になる術というのがかなりあるんですよね。そうです、これおそらくですね、足を抜いて、横潮固めに移ります。まず、はい、そこから回転してマウントを奪いますよ、はい、ただミーシャとしてはあの足を絶対離れます。両足を絡めて相手の足をずっと抜かないことです、はい、この試合は体にオイル、ワセリン、そういったものを塗ることを禁止されています。体の中に汗かくような試合ですね、リーマンはおそらくボディへパンチになってくるんじゃないですかね。まだそういえばパンチは出してませんね、はい、この状態で打っていいわけです。当然顔面、頭、どこでも OK です。おそらくまずボディへ来ると思いますね、まあ、リマとしてはその足を抜く作業ですね今、はい、ただ打撃は脊髄へのあらゆる打撃は禁止されています。抜きましたね、マウント完成しました。危ないですよ、これ肩肩を入れてきました、入れてきました、危ないですよ、そしてこのパンチだ、危ないですよ、側頭部、また側頭部、あマウント完成しました、ミシャ危ないですよこれ。さあマウントポジション、肝心のポジションだった、これでじわりと押した、このパンチじわりじわりと相手の防御を外していきます。パンチをもらうたびにだん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 遠くなっていってしまうんですよね。取りますよ、ね、やはりあの気を散らすんですよ、そしてあの関節の間近に長距離をかけてくるパターンですね。顔面あるいは脇腹を打つ時もあります、はい、これは本当に嫌なんですよ、やってるあのやれてる方としてはすごく、はい、その一発で沈むという技ではないんですけども、ちょうど首のあたりは打っていません。後頭部は OK です、側頭部も OK です、もちろん顔面も OK です。反則技は鍵付き、頭突き、そして目つぶし、銀的、そして頭髪を引っ張る、この後頭部 OK です。これ以上低くなるとダメです、危険がかなり伴ってしまいます。相手をリング外へ投げるのも禁止です。マウントを取られた場合、はい、あの自分はあのミシャルはですね、あのブリッジしてですね、相手の体勢を崩して、であの相手の首を 両手で固めて、っていう相手に身を取らせない、そういうのが横なんですけども、なかなかバランス崩させてくれませんね。先ほど何度もミシャルはチャレンジしてるんですけども、トライしてるんですけども、できないですね。できないですね。はい、その前にパンチできますね。これポジションをいいとこ持ってってるんですよね。そうですね、これね、リング中央に持ってます。これはつらいな。圧倒的にリマの優勢なポジションですよ、これは。これが技術なわけです、抜けることができないわけです。下のミーシャとしてはどうしようもないわけですね、今ね。そうですよ、これ足の短い選手得ですねかもしれませんね。さあミーシャなんとか崩せないですね、このままじりじりと行くのか。ミーシャへの声援が飛びます。リマはあの顔面のパンチ、もしくはボディへのパンチでですね、どんどん相手を嫌がらせをしていって、相手がそのうつ伏せになったりするのを待ってるんですよ。うつ伏せになればもうチョークですからね、首締めに行きますからね。リングスに乗り込んでまいりました、グレイシー柔術の第一の刺客、この人うるさい、ね、アジソン・リマ、またです耳のあたり、かなりこれミーシャとしましてもスタミナ消耗してるでしょうね。そうですね、しばらく嫌ですよ、あの投げられるというのは、はい、ナルト選手みんな言いますね、2人の体重はほぼ一緒です、2キロアジリソンがリマが上回っています。このスペシャルグローブもかなりパンチの威力は伝わるわけでしょ。そうです、かなり薄いですもんね、こうはね、はい、重さは8オンスです。しかもあのこのマウントポジションからの、はい、打ち方っていうのがあるんですよ、パンチの打ち方っていうのが、それをグレイシー・ジュースはマスターしてますからね。あー、飛び乗せると
このマウントポジションからのパンチというのはほぼそのボクシングのボクサーが打ち出すパンチに近いらしいですね。腰が入った。そうです、はい、あのショートパンチの力ですね、ボクシングの、はい、ですからあの短い、本当に短いあの前でもあの威力のあるパンチを打てるんですね、はい、攻撃 OK です。そしてこのリマが言っていたのは自分が得意なのはチョークだと。さあそろそろその首締めに、チョークチョークいきますよ、危ないですよ。自分の決め技チョークチョークに持っていくか。ミーシャは絶対あの亀の状態ですね、いわゆるあのうつ伏せの状態ですね、はい、なっちゃいけません。あ、左を抱え込みました。まあ、チョークの中でもギロチンチョークと言われている通称ギロチンチョークが得意なんだが、まあ、ちょっとこう釣るような格好になるんですが、ミーシャしかしこらえています。リアルスしてるんですよ今は。先ほどからあーっと顔面に行きます。押さえつけの顔面、悪い意味で言ってんじゃないんですけど、暗い試合ですね。まあ、確かにその闇のようなアルティメットの最初の大会のスタートでそう言われまして伝わってきましたからね。10分が経過しています。あの濃いかグズか分かんないですけど、今すぐなんか親指を目に入れようとしてる動きありますね。まあ、頭を使うのでグズ、あ、今こういった動きですね。親指は立つんですよね。ミーシャの顔面切れてはいませんけど真っ赤です。またこういうバーリトゥーと高尾選手とかこういったフェイクもあのもう特徴ですからね。打撃は OK ですが、この両者は肘パットをしていませんので肘攻撃はダメです。肘攻撃もパットさえすれば OK です。嫌がらせをするわけですよ。パンチですとかあのグローブを目に吸い付けたり振り切りですよね。これですね、こういった動きですね。そして相手が嫌がってうつ伏せになった瞬間に組みた必勝パターンですね。両手で相手の首を、お、ミーシャ首を抱え込むんですが、このパンチで体勢を崩されます。喉をグッとこう絞ってはいけない。おっとちょっと潰しましたね、さあミーシャなんとか反撃できるか、逃れ、それよりも逃れることができるのか。ミーシャが逆に首ですね。亀のように抜けてしまいました。同じ体勢だ。絶えずストレスを与えていくわけですね。そうです。とにかく相手の嫌がることを重ねていくんですよ。もうどうにかやっつけてくんだろう。連続練習はミーシャの子なの。反の後ろまで行っちゃいましたね。あの人もう時計回りに回転しますよ、ずっと回転しますね、乗っかっていますね。あれもそうですよね、ブレイシリーズのメインを勝ったわけですよね。そうか、勝敗の決定はノックアウト、レフリーによる10カウント、刃物乗ってきた、そしてゴングに救われることはありません。カウントは最後まで数えられます。フリーノックダウン制。さあどうだどうだ、もう一度、そして方への拳、決め技、戦意喪失での一本勝ち、口頭で言うか、あるいは3回以上マットか、相手の体を叩く、つまりタップするか、どれか、つまりギブアップです。さあ、危ないですよ、体を起こした。そうですよ。よく過ぎましたね、右腕絞りましたよ。本来ならパンチ連打が来るところですよ。はい、はい、あー、ミーシャへの声援です。リクスのミーシャへの声援です。グレイシーの動きっていうのは、その両足でですね、相手の体を足を絞っていくんですよ。後ろにグッと、そうすると力が入んなくなってくるんですよね。下になってる方は体が斜めになってます。そうそう、もう両足を本当に手のように扱うんですよね。横向きになってます。抜けられない。チョークですね、フロントチョークになってますね。あーっと、脇腹パンチきますよ。あーっと、きますよ、打ち下ろしてきました。危ない、打ち下ろしたか。さあ、最後の打ち下ろしてくる。
腕が入った時は終わりの時です。いつまで超えられるか。右の腕が入っていくような感じがあります。いや、いや、あーと抜けた。ようやく抜けました。フロントかネックロック、よく逃げましたね。今のはようやくこらえました。なんとかしのぎました。出た遺留品ミーシャ。さあ今度は反撃です。遺留品ミーシャが攻め込んでいきます。相手のまず首を取っている。さあ攻め落とす力は残っているか。攻めていた時とは違う筋肉が躍動していきます。今立ち上がった。どうする、足を使うか、膝を使うか。その力が見たい。しかしこれだけ我慢して抜けた例ってあるんでしょうかね。随分頑張りました。そうですね、なかなかないでしょうね。しかしよく抜けましたよ、本当に。ミーシャもこの試合にかけていたということでしょう。もう万全の体勢で来ているはずです。ミーシャかなり疲れてますね、ああ振り回されています。ブレイク、ブレイク、ブレイクです。言うこと聞かないんだから英語は通じないかもしれないですね。あ、そうか、で今ブレッケーとかなんか遺留品ミーシャ選手にイエローカードにより注意ミーシャ。ミーシャがミーシャ注意。ミーシャロープつかんだからね。それはいかん。相当ミーシャに疲れてますね。イエローカードです。注意で注意2となり失格となります。あ、そうです。あと注意一つで失格になってしまいます。額のあたりうっすら血がににじんでるような赤さです。しかしこれでまた最初のスタンディングポジションになりました。ミーシャとしてはタックル入られないことですね、さあ今度はどうでしょう。何かタックルを狙っているようなリマです。アディソン・リマ、グレシー・ジュージス、リングス初剣山タックルに行った。上だった。今度はミーシャがマウントだ。マウントポジションは取れません。今のミーシャが乗ろうとしたところにですね、両足で跳ね返したんですよ。17分が過ぎました。ガードポジション取れました、取れましたね。胴を挟まれたガードポジション、ガードポジションからこうしていく技もかなり持っていますこのリマ。足の使い方がめちゃくちゃ上手いですね。そうなんですよ、はい、危ない。十字きますよ。こらえている、こらえています。伸びるか、持ち上げたのか。今度三角締め狙ってますよ。下から頭を抱え込んだ。同じ体勢です。上下は違いますが同じ体勢。ハンも動き始めましたね。もう、そうですね、コマンドサンボ対グレイシー・ジューズの戦いですね。もう構ってられないと。結局動き回っても手は出せないわけですからね、これね。もう2人の戦い、2つ試合があるんですね。もうもうアドバイスの戦いですよね。このガードポジションは取られていますが、ミーシャとしてはどうなんでしょう。どういう、ミーシャはおそらくあの肩でこう締める技を狙っていると思うんですけども、このガードポジションから そのパンチというのはなかなか出しづらいです、ね、です。あのミーシャがパンチ出してくれば、はい、あのリマの方は両足を突っ張れてですね、ミーシャのバランスを崩しにいますから。あ、なるほど、はい、上になってるミーシャ、あ、こういう風ですね、なかなか両足を突っ張れてるんですよ。ここであのミーシャ続きを使えればまた違うんでしょうね。あ、試合時間あと1分です。残り時間1分。今場内コールがありました。このアルティメットスタイル何でもあり、バーリトゥードルールでは比較的というか長い試合になっています。でミーシャがパンチいってもいいと思うんですけどね、この膝ついてる体勢でしたら、ミーシャが膝ついてる体勢でしたら安定してますから、はい、パンチいってもいいと思うんですけど。危ないですね、三角締め来ましたね。ミーシャ来られる。さあアキレスを取ろうとしているのか。
アキレス取ろうとしてもですね、起き上がってくる可能性ありますから、はいはい、バンド取られますから、これ普通の3本の試合じゃないわけですからね、危険ですよ、逆にスタンディングで決めるしかないですね。20分戦って決着がつかない場合は引き分けになります。さあどうだ、これでどうだ、起き上がってくる、それを跳ね飛ばすミーシャ、これは最後のチャンスかもしれない、起き上がってくるのを跳ね飛ばす、アキレス腱の痛みはどうだ、浅いのか、足で行ってないのか、あー試合終了です、引き分けになります。よくしかしミーシャもあれだけ攻められて捉えましたね、捉えましたね、ルールによりまして20分以上戦って決着がつかない場合は引き分けになります。まあ、このルールですからこれ以上やるのはあまりにも危険ですからね、両者の疲れもかなり、まあ、ミーシャよくあのマウントポジションから逃れてよく反撃しましたよ、えらい、両方えらい、おや何か言ってますね、こっちの勝ちだったらですね、あ先ほど注意があるから、まあ、判定がないっていうのは多分ルールでちょっと確認が取れてなかったのか、あるいはエキサイトしてそれを失念してしまったか、ああ確かにあの試合が終わった時は非常に冷静な表情をしていましたリマですから、多分勝ったということで、ああいった表情をしていたのかもしれません。一方こちらミーシャはもう負けたという表情です。負けた、あるいは自分の力が思うようにできなかった、出せなかった、そういった悔しさの表情でしょうか。イリューヒンミシャはもう早々と控え室に引き上げました。もう引き上げ自体許されない、許さない、許されないことなんでしょうね、クレイシーズとジューズにしていれば、これじゃ国に帰れねえじゃないか、なるほどね、どの顔を下げて帰ればいいんだということでしょう。ただいま審議を行っております、しばらくの間お待ちください。ちょっと今後のこともありますから、あまり揉めたくないですね、こういうといったルールのことで、もう一つ怖いのは前田がここで切れたりすることですね。それはないと思いますけどね。まだ分からんのかとか言って。ああ、10分延長。10分延長という連絡がありました。この抗議を受け入れたわけでしょう。多分これミーシャも受け入れたんじゃないでしょうかね。前田さんらしいというか前田さんらしいですね。やったらええやんかって言ったんだよ。こっちがやったらええやって感じですね。これほなやったらええやん。前田選手、前田さんのどうもその感じ、ね、判断なんでしょうか、ね、これミーシャはどうしますかね。でもあ怒ってるよ前田、やっぱり怒ってますよ、うん、そんなにやったら20分なんですが判定がないということなので10分間の延長をもう一回やります。ミーシャが帰ってきました。5分間、うわだいぶカットこそしていませんが、すり傷というか ね、そういう殴られた跡が、ミーシャが下がっておりましたので出てきて、ミーシャがリングに上がってから5分が計算されました。5分の休憩時間を入れまして10分間の延長戦が行われます。もうこの10分だけです。おっと、もうテンション上がりっぱなしのリマ。さあどういう10分間になりますか、あるいは10分も必要ないか。試合が再開されました。10分間、熊本さん、あえて予想してください。じゃあミーシャの闘争心がどこまで回復してるかですよね。そこがポイント、一度途切れてるものですからね。そうですね、さあミーシャ、しかしミーシャにとってもこれはですね、多分あの表情は意気消沈して下がった表情だと思うんですが、逆転一発の勝利を得るチャンスでもあります。一方アジリソン・リマ、勝利を持たずにブラジルに帰られようか、そんな感じでこの再延長をですね、延長を要求しました。まあ、あのミッシャーとしても回復、体力回復は少しはできているでしょうからね、ガブルというかフロントから首を取っています、イリューヒン・ミーシャ。先ほどもこの対戦ありましたよね、確かね、ミーシャがこういう対戦になるというのは。
さあ押します。うっと胸を合わせる、頭をつけました。この辺りまでは何か相撲を思わせます、彷彿とさせます。今あのミシャのですね、その胴を引きつけたいんですよ、引きつけて足掛けで、それから外掛けで倒す、そしたらマウントが簡単に判定しますから、ミシャはそれを許せないですね、はい、これ持ち上げられればいいですよね。持ち上げたぞ、倒れ込んだ、ガードポジション下になっているリマ。さあここから頭をつけた、続きはダメですが、このパンチは OK です。あまり首の方に近づくと危険になります。このパンチも横からパンチ打てればいいんですけどね、打たないですね。ちょっと打ちづらいんでしょうか。ジョグ2ポンチですね。Ele tá morto, Bitão. Vai por mim, bicho. Leva a fé, Bitão.本当のこのガードポジション取られたら、その両足、相手の両足を割らなきゃいけないんですよね、はい、割って自分の足を越していくという、でマウントを取るという動きをしなければいけないんですけども、まあ、ミシャとしては別のことを考えているのかちょっとわからないんですけども、そうですね、ああいう動きありますからね、ああいう両足の動きありますから、足を畳んだミシャ。さあどうへ攻めるか、リマは抜けそうだぞ、今サイドになった、サイドに回っていってバックを取るか、マウントのチャンスですよ。逆にさ、ミシャがチャンスだ。ガードポジション崩れましたね、崩れました。ミシャがこれで左手でパンチ打てばいいんですけどね、左手でパンチ打てばいいんですけどね、顔面がこっち向いてます、あの左向いてますから、間違ってるか。ビッチ、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 ね、関節とか締めに対するこだわりがあるんですかね。餌固めのような感じになりますが、足を絡まれています。あ、またガードポジション、これを切るのはなかなか大変です。足なんだね、鍵は。あっち打てません。しかも、スキアラは三角締め狙ってますからね、下から、今。こうなるとなかなか難しいですね、このまま10分過ぎる可能性ありますね。ビシャ、キャンサースメーマー、ピンポーハナオハ、ポジマーション、ハパ。ボンボーラメモン。ミシャも上からガッチリ押さえてますし、リマも下からディフェンスしますからね。これはもう、アウト、続けちゃいました。勇気はいきません。ヘッドブッド、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 ヘッドブッレシーサイドが大騒ぎです。今のはダメだぞということでしょう。パンチ出した、パンチ出しましたね、初めてですね。あの辺の見えないところ怖いな。そうですね、見えませんからね、指の動きが危ないですね。左腕を顔に顔面に持っていきます。3人にしてます。すごいな。出しました。さあパンチだ。みんなのパンチだ。危ない。ついてきますよ。腕を取っている。危ないです。どういう状況だ。危ないです。腕しぎ逆十字。タップしたのか。タップしたように見ましたね、一瞬。決まったのか。試合終了です。腕しぎ、肘が伸びてしまったんでしょうか。延長4分53秒腕しぎ112型で腕型ですね。マジリソン、リーマ選手の勝ちでございます。お聞きいただきましたように、延長戦の末、マジリソン・リマがイリュヒン・ミーシャを下しました。ミーシャはなんかタップしたんじゃなくてこう叩いたんだって言ったなと、今、前に言ってましたけどね、ちょっと微妙でしたね、今の動きは。ミーシャも悪いよ、そりゃ。ちょっとね、あれはタップに見えますもんね。いや、まあ、しかし、この泣き崩れるようなオーバーのジェスチャーですが、やはり勝利のこだわりじゃないですか、この勝利の執念はすごいですよ、彼らの。今にしたら勝たなければいけなかったんでしょうね。はい、
それしました。いや、あーもうほっとした表情です。こちら気にしなってるよ、全然勢力を使い出したんですよね。